口です。誘導員と車間を空けた2番の佐藤さん、2番佐藤が後ろの様子を伺っています。残り600の鐘を迎えるところで2番の佐藤、まだペースは上がりません。8番坂木原が内をついて上がっていく。さあ2番の佐藤が徐々にピッチを上げていこうというところ、4番の矢口が仕掛けていった4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ2番の佐藤は今日先行です。2番手6番の小笠原、3番手は5番の北村が守りきるような感じになって、後方からはさ4番の矢口のまくりがやってこれるか。バックストレッチ、2番の佐藤が懸命に逃げるか。後ろから4番の矢口がいいスピードで上がってくる。4番の矢口が2番手をこう2番の佐藤に並んでこようという体勢だ。4コーナーから直線、4番の矢口が先頭に変わった。2番手から1番の内田も追ってくる。4番の矢口か1番の内田か、4番の矢口だ。2着接戦、1番の内田、2番の